2022年10月、母と一緒に沖縄に行ってきました。行ったところや泊まったホテルを紹介するので、これから行く方の参考になると嬉しいです。ここは那覇空港にある空港食堂で、私は時間がなくて行けなかったんですが、美味しくて沖縄らしくてコスパもいいので、次は行ってみたいです。空港でレンタカーを借りて、まずはここガンガラの滝に行きました。ここはツアーじゃないと中に入れなくて、なんでツアーの予約は絶対必須で、もしツアー前時間あって早く着けるんであれば、ここの洞窟のカフェおすすめです。ツアーは他の人たちと一緒にツアーガイドの方について行って説明を聞くって感じです。1グループに1個かな、ライトもくれて暗いところも進んでいきます。これがガジュマルの木で、めっちゃ大きかったです。でツアーガイドの方が順番に写真も撮ってくれました。大島っていう離島、橋で渡れる離島の天ぷら屋さんにも行って、こんな感じで紙に書いて注文します。天ぷら屋さんの近くの海、川、水があるところにも来ました。今回沖縄で初の水だったので嬉しかったです。ここは出発前から絶対行くって決めてた和菓子屋さんで、店内にこんな感じで見本あるんですけど、これ本物なんで触らないようにしてください。1泊目のホテルに着きました。ウェルカムドリンクでシークワサジュースがあって美味しかったです。今回 hotels.com でスーペリアルームで予約したんですけど、アップグレードしてくれてめっちゃいいお部屋でした。大浴場もあるのに、この綺麗で広いお風呂は最高です。個人的にユニットバスが苦手なので、このお風呂とトイレと洗面所全部別々なのも嬉しいです。そう、2人で泊まるのにベッド4つもあるんです。で、この広さ。これで朝ごはんもビュッフェついて2人で23,000。むっちゃ良くないですか？もうほんまにまたここ泊まりたいと思いました、すでに。
晩ご飯はこのホテル出てすぐの花咲マルシェっていうところがいろんなご飯屋さん、スタバとかポータマとかもあるんですけど、そこに行きました。私が行ったのはこの沖縄の海鮮料理屋さんみたいな感じのとこです。おはようございます。2日目の朝です。これはホテルの部屋からで、天気は今のところ晴れています。朝ごはん会場に行ったんですが、結構待ってて待ち時間もあったので周りはブラブラしてます。これが人気のスタバで、ここがインフィニティプールです。後で入りに行きたいと思います。寒いかな。やっと入れました。ビュッフェスタイルです。せっかくなんで外の席にしてもらいました。このチーズ、モッツァレラチーズかな、忘れたんですけど、人間がちぎってくれてて、ちぎりたてめっちゃ伸びてほんまに美味しかったです。すいません、汚いんですけど、時間経ったら伸びなくなるんで、もうチーズもらったらすぐ戻って食べてほしいです。朝ごはん終わったら念願のインフィニティプールです。これすごい入るの楽しみにしてて、水着も気合い入れて着てきたんですけど、行ったのが10月中旬ぐらいやったんで、もう寒すぎて足が限界でした。足だけ入るの限界でした。ホテルチェックアウトしてアンチ浜っていうビーチに来ました。ザ沖縄って感じで、天気もむっちゃ良くて、ただもう日焼け止め塗るのめんどくさくて、水着の上にユニクロのパーカーだけ着て、スリッパ B さん履いて入ったんですけど、もう歩いて行ける距離にこれだけ魚いて、サンゴ礁とかあるところ行ったら結構多かったんですけど、すごくないですか。サンゴ礁多いので B さんとか何か履くものは絶対あった方がいいと思うんですけど、これも私潜ってなくてカメラ突っ込んでるだけなんですけど、それでこれだけ映るのでほんまにおすすめです。次は氷大橋に来ました。ここは本島側なんで橋渡る前の方なんですけど、無料の駐車場もあるのでゆっくり写真とかも撮ったりできます。香里大橋を渡ってすぐの香里シュリンプっていうガーリックシュリンプが有名なお店にも来ました。ノーマルのガーリックシュリンプとスパイシーガーリックシュリンプとジュース頼みました。次はビセのフクギナミキに来て、 e スクーター電動のキックボードみたいな借りました。一応これ運転するのが原付かなの免許いるみたいなんで、免許証持っていくの忘れないようにと、結構ここの道ガタガタなんで普通に怖いです。なんで私は大丈夫やったんですけど、母はもうできずに自転車に交換してもらってました。こういう平らなコンクリートやったら全然運転しやすいので、初めてやったし運動神経も悪いんですけど、それでもできたんで基本大体みんなできるかなと思ってます。2泊目のホテル着きました。星のテラス本部山里です。部屋はこんな感じで、ここ泊まるの2回目なんですけど、星が有名なので前回の時曇ってて見れなくて、今回リベンジです。ジャグジーもありますし、冷蔵庫の中も飲み物ちょっとありました。ここのホテル星が見えるだけあって、ほんまに周りに何もなくて、唯一あるのがこのピザ屋さん、夜7時に閉まるんですけど、なんで早めにそこで晩ご飯は食べました。 Google にメニューは少ないけど全部美味しいって書いてたんで、その中でも人気のアセロラジュースとこのサラダとピザ2種類大きさあるんですけど、2人やったんでちっちゃい方頼みました。で食べてるとサンセットも見えてきて、外で食べてよかったなと思いました。
ホテル帰ってジャグジー入って、でホテルの屋上で星が見えるので見に行きました。三脚なくて地べた置いたんで、あの柱映っちゃってるんですけど綺麗でした。おはようございます。3日目の朝ごはんです。この後からの動画は別の動画で載せていきたいと思うので見てもらえると嬉しいです。あ、4、2、2? Yeah.